こんにちは。今日はシャープとフラット、ナチュラルについて説明します。シャープが半音上げる、フラットが半音下げる、ナチュラルはそれらをやっぱやめた、ナチュラル、自然に戻す記号のことです。覚え方としてはシャープ、シャープで上げる、フラフラット下がるみたいな感じで覚えるといいんじゃないでしょうか。で、これがドです。ドのシャープだったらここです。こっちじゃないです、ここです。で、ドのフラットって言われたらここです。シャープだったら右側に、フラットだったら左側に移動します。ドのシャープがこれ、さらに1個シャープだとこれ、よりシャープだとこれです。ドのフラットだったらここ、さらにフラットだったらこっち、さらに半音下だったらここです。